った初心者入門というタイトルで桑田誠様にご講演いただきます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。桑田と言います。まずは参加してくださっている皆さん、それから、このような発表の場を与えてくださった事務局の皆さん、ありがとうございます。今日は PHP の次期バージョンである 5.5 の新機能ジェネレーターについて説明します。説明するんですけど、ちょっと30分では正確な理解は難しいので、今回はとにかくジェネレーターってなんだかすごそうだと思っていただければ結構です。内容としてはジェネレーターとは何か、それを使うとどう嬉しいのか、どんなことに使えるのかのという3部構成です。で、それでは早速ジェネレーターとは何かについて説明に入りますが、まずものすごく大雑把な説明をすると、ジェネレーターとは関数の一時中断と再開ができる機能であり、これは RPG のセーブ機能だと思ってください。で、このジェネレーターという機能はジェネレーター関数とジェネレーターオブジェクトの2つで実現され、それぞれジェネレーターオブジェクトですね、それぞれゲームシナリオと冒険の書に相当します。で、ジェネレーター関数というゲームシナリオのどこまで進んでどんなデータを保持しているのかを保存したのが、冒険の書であるジェネレーターオブジェクトになります。あと、イールドというキーワードが出てくるんですが、これはセーブポイントに相当します。で、もう一度繰り返しますと、ジェネレーターとは関数の一時中断と再開ができる機能のことであり、 RPG のセーブ機能と同じです。で、このジェネレーターという機能はジェネレーター関数とジェネレーターオブジェクトの2つから構成されていることで、そしてイールドというのが、セーブポイントに相当します。大変大雑把な説明ですが、以上のことをなんとなく頭に入れておいた上でより詳しい説明に入ります。で、まずこちらのコードなんですが、これは通常の関数定義ですね。リターン文が3つあることに注意してください。で、この関数を実行すると、3行目にリターン文がありますので、ここで0が返されます。もう一度呼び出すと、また先頭から実行されて、今度も0が返されます。で、3回目の呼び出しではどうなりますか。3回目の呼び出しでも、やっぱり0が返ります。で、これで分かるように、通常の関数では毎回先頭から実行されることと、リターン文より後ろのコードは実行されないことが分かります。これに対しジェネレーターを使うと、関数の実行の一時中断と再開ができます。で、こちらのコードをご覧ください。これは関数定義と似ていますが、リターンではなくイールドというキーワードが使われています。リターンの代わりにイールドを使った関数はジェネレーター関数と言います。大事なのでもう一回言いますが、イールドを使った関数がジェネレーター関数です。ジェネレーター関数でも最初の呼び出しはコードの先頭から実行され、リターン文と同じようにイールド文のところで値が返されます。しかし2回目の呼び出しでは、先ほどのイールド文のところから実行を引き継ぎます。この時、前回呼び出した時のローカル変数の値も引き継ぎますので、この場合であればイールドは1を返します。で、3回目の呼び出しでも、同じようにイールド文のところから実行を引き継いで2を返します。4回目の呼び出しではこれ以上実行する文がありませんので、何も実行されません。このようにですね、ジェネレーターは前回の終了位置から実行を再開する機能であって、これはちょうど RPG のセーブ機能とよく似ています。そしてイールド文がセーブポイントに相当します。さて、ここで GFunc というジェネレーター関数を定義しました。このジェネレーター関数は通常の関数とは使い方が大きく異なります。
こちらのコードをご覧ください。1行目の G ファンクは先ほど定義したジェネレーター関数ですね。でこのジェネレーター関数を呼び出すと関数のコードは実行されず代わりにジェネレーターオブジェクトが作成されます。でジェネレーターオブジェクトは、どこまで実行したかあるいはローカル変数の値は何かといった情報を保持したオブジェクトでありちょうど冒険の書に相当します。でこのジェネレーターオブジェクトはイテレーターとして使用できます。でイテレーターが何か分からなければとりあえずフォーイーチ文で使えるオブジェクトのことだと思ってください。でこのジェネレーターオブジェクトをフォーイーチ文とともに使用することで初めて先ほどのジェネレーター関数のコードが実行されます。大事なことなのでもう一度言いますが通常の関数とは違ってジェネレーター関数を実行しただけでは関数のコードは実行されません。ジェネレーター関数を呼び出すことでジェネレーターオブジェクトを作成しそれを forEach 文で使うことで初めて関数のコードが実行されます。で、動作の詳細を見ていきたいと思うんですがまずジェネレーター関数を呼び出してジェネレーターオブジェクトを作成します。この時点ではまだ関数のコードは実行されないことに注意してください。そして forEach 文のループに入ったところでここで初めて関数のコードが実行されます。そしてイールド文のところで実行が一時中断します。でこの時イールド文の引数が forEach 文のループ変数に代入されます。そして、ループ本体、ボディ部ですね、ループ本体が実行されます。次にもう一度ループが始まると先ほど中断した箇所から実行が再開され次のイールド文でまた中断します。そしてイールド文の引数が forEach 文のループ変数に代入されてから、ループのボディ部が実行されます。でまたループ処理が始まって、先ほど中断したところから実行が先ほど中断したところがまた実行が再開されますが今度はイールド文ではなくリターン文を使ってみました。でリターン文ですので関数の実行はここで終わります。中断ではなくて終了になります。でまたイールド文と違ってリターンの引数はそのまま捨てられてかつループも抜け出します。これがジェネレーターの挙動です。でポイントとしては、ループを回るたびにですね、イールド文まで実行されるということと、そしてイールド文の引数がループ変数に代入されるということです。さて、いくつかサンプルをちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらは2つの値を交互に出力するようなサンプルです。2行目が無限ループになっていてその中でイールド文を使っていますのでこのジェネレータ関数は実行される限り無限に値を交互に返します。で使い方は9行目のように forEach 文とともに使用します。次にこちらはフィボナッチ数列を出力するサンプルです。ここでも3行目が無限ループになっていてその中でイールド文を使っています。そして11行目でループの終了条件を指定しています。このようにですねジェネレーター関数は無限ループにしておいて終了条件は呼び出す側で指定するのがジェネレーターをうまく使うコツになります。終了条件をですね、ループの中に入れてしまうと汎用性が下がってしまうので、このようにループから終了条件を取り除くことで汎用性が高まります。ここまでのまとめです。ジェネレーターという機能は RPG のセーブ機能と同じです。で、ジェネレーターという機能は
ジェネレーター関数とジェネレーターオブジェクトの2つから構成されていて、それぞれゲームシナリオと冒険の書に相当します。そしてイールド文がセーブポイントです。以上がジェネレーターとは何かの説明でした。次にジェネレーターを使うと何が嬉しいのかについて説明します。まずこちらのコード、これはですね、ファイルから1行ずつ読み込み、行番号をつけて出力するプログラムです。で、まあ、あのファイルからですね、1行ずつ読み込んで処理をするっていうのはよくあることなんで、よくあることでして、まあ、ここではちょっと行番号をつけて出力しましたが、他にも、まあ、例えばパターンで絞り込むとかですね、あるいはタブ文字でフィールドに分解するといったようなことが考えられます。で、ここで紹介した3つのサンプルなんですが、ファイルから1行ずつ読み込むっていう処理は共通化していましたが、読み込んでからの処理というのは異なっていました。画面で言うと全体はほぼ一緒なのに、この枠で囲った部分がそれぞれ異なっています。で、つまり汎用性の高いコードの中に汎用性の低いコードが混じっているわけですね。で、そのせいで全体としては汎用性の低いコードになってしまっています。で、そこでまず汎用性の低い部分をイールド文に置き換えます。こうすることで汎用性の高いコードの中から汎用性の低いコードを追い出しています。あとはこれをですね、関数にしてやれば汎用性の高いコードだけを取り出して再利用しやすくできました。で、ここで定義した、まあ、each line という関数、この each line という関数はイールドを使っていますので、これはジェネレーター関数になります。で、この each line 関数の使い方ですが、メインプログラムはこちらのようになります。まず2行目で先ほど定義した each line を呼び出してジェネレーターオブジェクトを作成します。で、これを4行目のように for each文とともに使うと、ファイルから1行ずつ読み込んで、まあ、何らかの処理をすることができます。SPL のファイルオブジェクトと一緒ですね。で、これでこのサンプルから分かるように、多くの場合においてループ処理の中には汎用性の高い部分と低い部分っていうのが入り混じっています。で、今回で言えばファイルから1行ずつ読み込むという汎用性の高い部分と、それ以外の汎用性の低い部分が混じっていました。で、ジェネレーターを使えばそのループ処理の中から汎用性の高い処理と低い処理と分離できます。というわけでジェネレーターの嬉しい点の一つ目は、ループ処理の中から汎用性の高い箇所だけを切り出して再利用可能な関数にできるという点です。で、先ほどのメインプログラムをもう一度見ていただきたいんですが、ジェネレーターオブジェクトを生成してそれを for each 文で回しています。で、ここで5行目を見るとタブ文字で行をフィールドに分解していますね。で、この5行目の処理っていうのを、ジェネレーターにしてみます。そのためには、6行目をイールド文に置き換えます。そして、今は2行目でジェネレーターオブジェクトを生成していますが、生成する代わりにジェネレーターオブジェクトを受け取るような関数にします。さっきは生成したいんですが、ここは受け取るような関数にします。で、こうするとどうなるかというと、この関数はジェネレーターオブジェクトを受け取り、新しく別のジェネレーターオブジェクトを生成するようなジェネレーター関数になります。で、言葉で説明すると非常に難しいんですが、実はこの関数自体は今までのジェネレーター関数と別段変わりません。ただ引数が別のジェネレーターオブジェクトになっているという点が違うだけであり、ジェネレーター関数であるという点は今までと変わりはないことに注意してください。で、このジェネレーター関数を使うと、他のジェネレーターオブジェクトを受け取り、新しいジェネレーターオブジェクトを生成できるようになります。で、こうすることであたかもジェネレーターを重ねるように連結することができるようになります。
でデザインパターンをご存知の方であれば、まあ、デコレーターパターンだと思っていただければ結構です。でまたジェネレーターが変わりましたので、ループ変数も変わりますし、ループ内の処理も簡素化できます。で結局ですね、これは何をやってるかっていうことなんですけど、一つの大きなループを複数の小さなループに分解するということをやっています。で左側のコードでは、まあ、1行ずつ読み込むとか、行フィールドに分解するとか出力するとかといった処理を一つの大きなループの中で全部行っていたんですけど、これに対してジェネレーターを使うと右側のようにこれら一つ一つを小さなループに分けることができます。ユニックスをご存知の方であれば、まあ、パイプライン処理を思い浮かべてほしいんですが、パイプ処理では単機能のコマンドをパイプで連結することで複雑な処理を行いますよね。ちょうどそれと同じように単一機能のループをジェネレーターで連結することで複雑な処理を行うと思っていただければ結構です。というわけでジェネレーターの利点2つ目は、一つの大きなループを複数の小さなループに分解できるという点です。さて従来行われてきた方法とジェネレーターとを比べてみます。で今回紹介した方法をジェネレーターを使わずに行おうとすると6行目のようにですね、すべてを配列に格納する必要がありました。で例えば、まあ、ファイルから1行ずつ読み込んでそれをすべて配列に格納して返すという方法ですね。しかしこの方法には2つの欠点があります。で1つ目は、配列が非常に大きくなってメモリを大量に消費するため最悪の場合はプロセスごと落ちるという欠点です。で例えば画面のサンプルプログラムなんですが、僕が試した限りではわずか20メガとか30メガのファイルを読み込んだだけで落ちてしまいました。で配列に詰め込むっていう方法だとですね、この程度のファイルすら扱えないんですよ。で2つ目の欠点としては、すべてを読み込まないと結果が返ってこないという点です。でそんなの当たり前じゃんと思うかもしれないんですけど、巨大なファイルになればですね、その全てを読み込むだけでも大変時間かかりますので、やはり最後まで読み込まないと何も結果が返ってこないというのは欠点と言えます。でこれに対しジェネレーターを使う方法は、一度に1行しか読み込みません。で先ほどのと違って全てを溜め込むっていうことはしないんですね。で必要な時に必要なだけのデータを読み込んでくるわけです。でそのおかげで、まあ、メモリー消費量はわずかで済むし、巨大なデータを読み込んでもプロセスが落ちるようなことはありません。またジェネレーターでは読んだ端から値を返します。この場合でいうと1行読み込んだらそれを返し、また1行読み込んではそれを返すという挙動になりますので、ファイル全体が読み込まれるまで待つ必要がありません。これは特にですね、生中継の映像とかログファイルとか、データが常に発生し続けるようなストリームデータ、まあ、言い換えると終わりのないデータを扱う場合には必須の特性になります。ユニックスをご存知の方向けにまた例え話をしますと、この全てを配列に格納する方法っていうのはユニックスのリダイレクトによく似ています。でリダイレクトではコマンドの実行ごとに巨大な中間ファイルが必要になりますし、最後まで出力しないと何も結果が得られません。でこれはちょうど全てを配列に格納する方法とよく似ています。でこれに対してジェネレーターを連結する方法はパイプによく似ています。パイプでは、まあ、巨大な中間ファイルを作ったりはしませんし、読み込んだ端から結果が出力されます。これらの特性はジェネレーターとよく似ています。というわけでジェネレーターの利点3つ目は、メモリー消費量が極めて少なく、巨大なデータを処理してもプロセスが落ちたりしないという点です。これはちょうどいわゆるビッグデータの時代においては大変重要な特性です。そして利点4つ目はデータを読み込んだ端から処理できるという点です。これは
データが常に発生し続けるようなストリームデータの処理には必須の特性です。以上がジェネレーターを使って嬉しい点となります。お分かりいただけましたでしょうか。はい、ここからはちょっとジェネレーターのより高度な使い方となります。上級者向けの内容なので、先ほどとはちょっと違って、まあ、多少わからない点があっても気にしなくて結構です。ジェネレーターオブジェクトにはセンドというメソッドがあります。これは次のイールド分まで実行するという機能を持っていて、for each分の代わりに使います。今までのサンプルコードだとイールド分を使うことでジェネレーター関数からメインプログラムの方に値を渡すことはできましたが、その逆方向はできなかったんですね。しかし、for each分の代わりに send メソッドを使えばそれができるようになります。つまり双方向に値をやり取りすることが可能になるため、ジェネレーターの使い道が大きく広がります。どんなコードになるかですが、まず send メソッドの引数がイールド分の値となります。そして今度はイールド分の引数がセンドメソッドの戻り値となります。こんな感じで双方向への値のやり取りができるようになっています。なおセンドメソッドを使う場合 for each 分は使いません。センドメソッドを使う典型的なコードはこちらのようになります。センドメソッドの使い方はですね、分かりにくいので、まずはこのコードをコピペして使うのをお勧めします。動作の詳細を説明すると、まずジェネレーター関数を呼び出してジェネレーターオブジェクトを作成します。そして、センドメソッドを呼び出すとジェネレーター関数に実行が移ります。この時、センドメソッドの引数がイールド分の戻り値になります。でこの後は、順番に実行されイールド分のところで実行が中断します。そしてイールド分の引数が先ほどのセンドメソッドの戻り値になります。でもう一度センドメソッドを呼び出すとその引数が先ほどのイールド分の戻り値となります。そして中断していた実行が再開されるので順番に実行されまたイールド分のところで実行が中断されその引数が先ほどのセンドメソッドの戻り値となります。もう一度センドメソッドを呼び出すとその引数が先ほどのイールド分の戻り値となり実行が再開され実行されまたイールド分のところで中断されてその引数がセンドメソッドの戻り値となりますという流れなんですけど、ちょっとセンドメソッドの動作はですね分かりづらいのでまずはこのコードのコピペから始めることを強くお勧めします。こちらサンプルコードになります。詳しい説明を省きますので後で見ておいてください。これもサンプルコードの続きですので飛ばします。それから次の話題ですが、ジェネレーターを使うとマルチスレッドもどきが実装できます。詳細はちょっと省略するんですが、マルチスレッドと比べるとジェネレーターは限られた機能しかないんですが、メモリー消費量がすごく少ないので大量に生成できます。で例えばマルチスレッドであれば、まあ、1プロセスあたりせいぜい数千個程度しかまあ生成できないんですが、ジェネレーターであればその10倍の数を生成できます。これはゲームやシミュレーションのように機能は乏しいけど大量に生成したいような場合には向いています。あとジェネレーターと非同期呼び出しについて説明します。非同期処理のコードではコールバック関数がネストします。 Node.js などではおなじみのコードですね。でしかしこれだとコードが読みにくい、書きにくい、分かりにくいという欠点があります。これを嫌ってコールバック関数を数珠つなぎにする方法があります。
この方法だとネストこそなくせますが、コールバック関数をたくさん、書く必要がある点は変わらないので、記述量は多くなるし、そもそも書き方としてはあまり自然とは言えません。でこれに対しジェネレーターを使うと、普通に書いたコードの中にイールド文を混ぜるだけで済みます。でこの方法ではコールバック関数を書かなくていいので、書き方が非常に自然です。個人的にはですね、この非同期処理の本命はこのジェネレーターだと思っています。でこのやり方を拡張して、複数ページにマクタガール遷移をあたかも非同期処理のごとく記述することも可能です。イメージ的にはですね、ブラウザをサブルーチンとみなして PHP のプログラムからブラウザというサブルーチンを非同期処理で呼び出すような感じです。でこうする、まあ、メリットがあるかどうかちょっと議論の余地があるんですけど、こういうこともできるという可能性の一つとして紹介しておきます。それからジェネレーター機能を使った際の落とし穴を2つ紹介します。まず今まで出てきたファイルを1行ずつ読み込むジェネレーター関数ですが、8行目でファイルを閉じています。通常これうまく動くんですけど、呼び出し側で for1 文をブレイクされると、この8行目が実行されない、つまり終了処理が行われません。でこの問題を解決するには他の言語だったらですね、ファイナリーというのがあるので、それを使えばいいんですけど、残念ながらPHP にはないので、ぶっちゃけですね、PHP にはこれに対するうまい解決方法はないので、それを一応知った上で使ってください。もう一つ、ジェネレーター関数をリファクタリングする際の落とし穴について説明します。で、こちらのジェネレーター関数では、3行目と5行目の for 文が初期値以外は全く一緒です。でこれはちょっとドライではないので、まあリファクタリングして関数化することにしました。でリファクタリングした結果はこちらになります。共通する for 文を sub という関数にくくり出しています。で一見するとですね、これでうまくいきそうに見えるんですが、実はこれではうまく動きません。なぜかというと、3行目でイールド文を使っていますので、このサブという関数はジェネレーター関数ですね。で、この7行目と8行ではこのジェネレーター関数を for1 文を使わずに呼び出しています。つまり7行目と8行目はジェネレーターオブジェクトを生成しただけで終わってしまっているんですね。そのために意図したようには動きません。で、動かそうと思ったらここに for1 文を使う必要があります。というわけで for1 文を使うように書き直したがこちらになります。これで一応動くようにはなったんですが、そもそも重複した for 文を取り除いたはずなのに、今度は重複した for1 文が現れるという結果になってしまっています。まあ、ちょっとリファクタリングとしてはあまり成功とは言えない例ですね。これは初心者の場合必ず引っかかると思うんで注意してください。でここまでのまとめです。ジェネレーターのセンドメソッドを使うと、まあ、双方向での値のやり取りができて、ジェネレーターの活用範囲が大きく広がります。そしてマルチスレッドと比べると低機能だけど、メモリー消費量が少ないため大量に生成できます。それからネストした無名関数を使わなくても非同期処理が自然な形で記述できます。で最後にリファクタリングする際に落とし穴がありますという、内容でした。はい、発表は以上ですけど質問ありますでしょうか。質問がある方は挙手をしてください。あ、どうぞ。すいません、生成されたジェネレーターオブジェクトっていうのはいわゆるアンセットとかを普通にやったらこう解放できるんですか。要は、はい、生成されたジェネレーターのオブジェクトは、まあ、いわゆる JSON クロージャーみたいな感じで多分中に変数を持ってると思うんですけど、はい、そうですね。まあ、アンセットとかすれば解放することが普通にできるんですか。はい、多分できると思います。ちょっと中のコードまで読んでないですか。普通のオブジェクトと同じように解放されます。ありがとうございます。
大丈夫でしょうか。では質問がないようですので、これにて、講演を終わらせていただきます。桑田様ありがとうございました。ありがとうございました。